特にテーマはないんですが、やれるところまでやっていきます。はい。えー、あのね、これちょっと面白いですね。えー、タップダンス、柳井さん、よろしくお願いします。えー、ジェイソン・ブラウン選手、確かに。ただ、実のところ、女子はルール的に、えー、スピンの得点が男子よりも低くなるので、それを考えても、えー、どえらいことをやってるんだなと思いますよね。えー、ちなみに、クラコワ選手はポーランド、グバノワ選手はジョージアです。 とというここなんですよね、うん、あのカミ田ワリエワ選手が男子の得点に換算したら100点になるということなんですけど、えー、まあ4回転ジャンプ女子ではやってませんけど、まあ100点になっちゃうんですね。で、えー、ジェイソン・ブラウンも100点出てるっていうね、だからジェイソンの質も高いし、でもワリエワ選手もが、えー、とんでもないということですね。 エ a ム赤井さんよろしくお願いします。スピンの得点は同じはずだと思いましたが基礎、基礎点が低いレイバックをしなきゃいけないっていうことですかね。実は女子はいつのタイミングだか忘れましたけど、えー、っとね、昔はレイバックスピン、ショートプログラム、単一のスピンはですね、えー、まあスピンは3つやるんですけど、まあ、1つがコンビネーションスピン、2つ目がフライングスピンですね。 でもう一つが単一のスピンで、レイバックスピンをやらなければいけなかったんですが、ただ今はですね、あの、単一のスピンなら、シットでもキャメルでもいいんですね。で、あのー、ポイントはですね、足を変えないっていうことで、女子の場合は足を変えずに、あのー、やるんですよ。ただ男子は足を変えるので、足換えの単一スピンになるんですね。例えば足換えのシットスピンとか、足換えのキャメルっていうのは男子ですね。 ただ女子は足換えはしませんから単一のキャメル、単一のシットスピン、単一のレイバックスピンなんですね。そこで、ね、点数が少しこう、基礎点が下がるといった構図だと思いますね。はい。えー、決めました。フィギュアスケートのま、えと、コメントをちょっと先に拾っていきますね。えー、ここは大輔さん、よろしくお願いします。ワリエワ選手は言うまでもなく、ヘンドリクス選手すごいですね。 僕も今回は驚きですね。あの、トゥルソワが4回転のね、お祭りを見せてくる可能性があるので、そういった意味で、まあ、フリーが怖いんですが、オリンピック女子の表彰台はロシア独占かと思っていましたから、ヘンドリックス選手がどこまで食い込んでくるのか、とても楽しみになりました。本当ですね、あの、最終グループに入ってくるような感じがありますよ。 得点で言うと、河辺選手がトリプルアクセルを含めてきれいにまとめても、74点っていうところがね、あれ精一杯だったっていう部分があるので、えー、まあヘンドリックスの得点の質の高さ、これがうかがえますね。えー、女子もディズニープリンセスがいっぱいでした。演技も美しいし、私服のひとときでした。ねとても可愛らしい選手も結構いましたね。うん、ただ、個人的には、 男子が結構ね、なんか可愛らしい選手が多かった気もするんで、ちょっとあの、なんかこのヨーロッパ選手権やっぱいいですね。うん。レモンミカさんよろしくお願いします。私はジョアニー・ロシェットが大好きなんで、えー、僕も好きですね。ジョアニー・ロシェットさん好きなんですよ。えー、2006年トリノオリンピックの枯葉愛の参加。良かったですね、これ。ライクアープレイヤーショートプログラムで演じてましたね。 うんえー、バンクーバーではお母さんを亡くされて、えー、涙の、えー、単語をやってました、えー。他にも結構いいプログラムいっぱいあるんですけどね。ジョアニューシェットさん、本当に、えー、可憐なんですけども、ね、ロケットロシェットっても言われてましたね。すごいこうなんか男らしい感じもするんですけど、心は女性な部分があるんですね。すごくこう面白い選手ですね、うん。髪型もすごいまとまってて、 えー、とてもおしゃれな素敵なスケーターでしたね。大人なしっかりとしたセンスがいい女性の選手なんで、ルナ・ヘンドリクスなんか好きです。いや、ヘンドリクス選手面白いです。ちょっと精神力もだんだん強くなってきて、うん、楽しみな選手ですよ。 祐野稲哉さん、よろしくお願いします。住吉リオンちゃんといえば、東京オリンピックの聖火ランナー、渋谷区代表として選ばれてましたね、ということですね。これは初耳でした。いやリりンさん、頑張ってほしいなと思うんですが、リレーはな,な,なくなって、点火式に出ていたということですね。あの、あんま知名度はね、そんなにまだ高くないかなっていうところあるんですけど、えー、これから徐々にね、えー、遅咲き、頑張っていって、遅咲きをね、目指してほしいなと思うんですよね。 アンパンタンさん、よろしくお願いします。これは数学の話ですね。フィギュアスケートと。ショートプログラムは得点率という視点も興味深そうですね。GOE がすべて5点、PCS がすべて10点になった場合の点数を満点として、その点数の何パーセントを獲得できるかという、えー、っと視点です。えっと、正確な数字は計算できていませんが、ワリエワ選手、ブラウン選手、羽生選手の3人は、 とんでもなく高い数字を叩き出しているそうです。今度計算してみます。えっと、この参戦者は GOE の満点に近い得点を結構出してますので、まあ本当にあの、まあ要は満点に近いね、得点率。えー、予想だと80%は超えて90%とかいってんじゃないかなっていうね。予想はつくんまあ85%くらいかな。うん。 BNA をフラッグさんよろしくお願いします。興味はロシア3人とヘンドリックスだけだったけれども、やはりヘンドリックスは上手だよね。あの西ヨーロッパ諸国で一番うまいと僕は思いますね、今のところ。えー、昨シーズンの B 級大会の活躍で、えー、注目し、 ワールドに期待をしていたから、期待通りの活躍をしてくれました。今回のショートプログラムも期待通りの名演技です。五、え、輪、ー、でも日本選手を上回れば、日本の反応が見ものだよね。意外とね、ヘンドリックスは、えー、なんてね、ちょっと盲点というかね、あのー、まだ皆さんは気にしていない感じですね。うん。ロシアに気を取られている感じですよ。やっぱり、ロシアばっかりが強いというところですね。えー、では、ですが、まあ、ヘンドリックス、 えー、やばいですね、うん、あ,のあとね、韓国の U4 もね、ちょっと恐ろしくなってくるので、日本はアメリカだけじゃ、えー、すみません、ロシアだけじゃね、ないっていうところなんですよね。アゼルバイジャンの選手とかも強かったんでね、ただ、あのー、完璧な演技をしても70点を超えられないんで、やっぱヘンドリックスは完璧な演技しても76点ですからね、坂本選手に匹敵するというか、うん、そういった印象ですよ。 えー、えっと、つまり、ロシア以外の選手に負けることは思われてない雰囲気がある。そう、そうでですね。だから、そこがどうなるのかっていうところ、気になってます、僕も。BNW コラーキーさんも一応、リオンちゃんにはジュニアワールドでの3人、えー、枠取り期待してます。いや、頑張ってほしいですね、この、うん、ジュニアワールドはね。ちょっと、全日本ジュニアでは悔しい思いしてますので。 ちょっとね、やっぱ不安定な部分があると思うんですよね。精神的なところがちょっとこう気になるので、えー、ぜひね、頑張ってほしいなと思います。全世界ジュニアも、えー、渡辺倫家さんも出ますからね、すごい戦いになるんですよね、だから。うん、はい、えー、ゆう様おはようございます。よろしくお願いします。えー、かおはようございます。えー、寒い、寒い、えー、新潟はすごい雪が降ってる。 と思うんですが、ベルギーの, <laughs> ベルギーの天気はどうですか記録的な霧、ね、に包まれてます。もう1週間ぐらい包まれてますね。ヨーロッパ選手権、やっぱりワリエワちゃん、強しですね。男子並みの点数とはこれでフリーも自己最高なんて言ったら、男子の選手も、えー、顔真っ青になったりして、もうね、多分ね、もうあの女子じゃなくてよかったって思ってる、ね、人もいるかもしれませんね、本当に。うん、大変ですよ、本当、女子の選手。 えー、もうでも本当にすごい。ベルリンのヘンドリックスも、えー、選手も健闘していますね。2位、このまま逃げ切ってほしいです。ツ、えー、ルスワの猛追がね、怖いですが、そういえば、四大陸は来週ですよね。そうですね、四大陸選手権は来週だと思います。えー、同じエストニアで行われるんですよね。うんえー、同じとこですよねヨ、ヨーロッパ選手権と、確か、えー。このコロナ感染者が増加中、無事に開催できるのでしょうか。 選手の皆さんも気が抜けません。怪がやコロナになって大会に出られま,出られませんものね。えー、どうかどうか、オリンピックや4大陸に出場する選手の皆さんが、えー、元気で競技できることを願います。で、そのね、新型コロナについて新しい情報入ってきてるんですよ。えー、ちょっと見ていきましょう。えー、レモンミカンさんもう一つ。日本もデルタミクロン。このデルタミクロンっていうのね、えー 感染者数が1万8000人以上になっちゃいました。神奈川は1000人を超えそうです。えー、北京近くの天津市は封鎖しているということです。えー、感染者の数がやばいということですよ。えー、ちょっと心配になってきましたね。あのー、どうなるのかというところで。最初はね、日本少なかったのに急に増えてきたっていう感じですよね。オミクロンの影響がすごい大きいのかな。矢田部さん。 よろしくお願いします。株価さん、海外済みなんですね。そうなんですよね。うん。あと、霧もすごいということで、ゆうぬレアさん、かぶさん、本当に霧がすごいですね。霧の中の像とか建物って、なんか不気味になりますね。ワンコもお利口に待ってますね。日本は日本海側でドカ雪の吹雪がすごいということみたいですね。うん。ってことは、多分湿った雪かな。 雨交じりの雪でしょうかね。雪かきが大変そうですということで、雪が猛吹雪で、ベルギーも記録的な濃ムになってます、今。えー、レモミカンみかんさん、この経緯について、かぶすごい濃ムですね。最初の像は SF 映画かと思いました。 海霧というのかな多分ね、海霧だと思いますね。でもなんか全体的にブリュッセルとかも霧に包まれてるっぽいんで、うん、なんか気温が、まあ空気がこう入り混しってるのかなといった印象ですね。一週間も霧が続いているんですか日本では山の谷間から霧が立つ、えー、光景をよく見ますが、霧ではなく雪ですが、そう,あのそうなんですよね。だから結構、なんていうんでしょうかね。あのー、まあ ちょっとこう、まあ、なんてうか、こう、街の中でも霧が入ってるっていうのは結構ね、えー、なんか日本ではそんなにあることじゃないので、やっぱこう、珍しい、斬新な感じがありますね。えー、そして霧ではなく雪ですが、稚内がですね、ホワイトアウトっていう現象が起きてるっぽいです。これ初めて僕知りました。ほぼ視界がゼロです。えー、それよりは見えてますかということですね。うん。なんか雪がすごい、すごいらしいですね。うん。 で、その SF についてのコメントから、えー、続きなんですが、レモンミカンさん、そうだ、かぶくん、1km の大きさの水星だか、惑星だかが、岩石だかが、治療に近づいているというニュースでちらっときました。1km ってすごい大きいですよ。ものすごい大きいですね歩。歩いてもちょっと15分ぐらいかかっちゃいますよね。そんな大きない惑星が近づいているということですね。まあ、大気圏に入ったら少し小っちゃくなると思うんですけど、えー、NASA などが、えっと、 えー、軌道を変えようと打ち込んだりしてるみたいなことを言っていました。ちょっと調べてみて、これですね。NASA が直径地域の惑星が2022年1月に地球に接近すると発表、潜在的な危険に、えー、危険な天体として警戒中ということですよ、皆さん。うん。で、なんか、そうっぽいです。うん。どこに落ちちゃうのか。でも、NASA が変えようとしてるっぽいですけどね、軌道を。すごい技術だ。 そして、レモンミカンさん、もう一丁。壊れたエスカレーターなど見るのは珍しいから面白い。ベルギーよくべ、エスカレーター壊れるんですよね。よく壊れます。最近壊れるものが多いです。なんでだろうなんか地球全体がそう壊れるムードになってるのかなえー、うちも、えー、台所ガスの着火装置がカチカチやり通しで、点火させたら電池を抜いて取り出さないと、永遠とカチカチやってます。うるさいです。 えー、最近のキッチンは、えー、食洗機とオーブン付き。いいなあ、変えたい。えー、っと、うちの太陽光発電も漏電でとうとう使えなくなりました。えー、京セラさんので京セラ電で,いいですね。で、30年使いました。よく耐えて頑張った。さよなら太陽光発電。君は平成時代の残柄。びサビを、んなんだあ、違います。わびさびか。わびさびをあえて、ん奏でようか、ではないかということですね。 うん。はい。よく壊れるみたいですけどもね。太陽光発電ね、一時期なんか、バイデンがね、よくこう言ってましたけど、バイデン弱くなっちゃったから、あれかな。うん。バイデンのせいかもしれませんね、これは。関係ないか。ユイのエアさん、日本にはエスカレーター歩くなって、あ、そんなんですね。 うん、なんかな、でもね、エスカレーターって怖いんですよ。たくさん乗りすぎると、今のエスカレーター多分大丈夫だと思うんですけど、YouTube かなどっかの、えー、動画で見たんですけど、かなり人がいすぎてですね、えー、あのー、なんか逆走することがあるんですよ。エスカレーターって。うん。つまり、ウィーンと上がってたら、こっち側にね、いきなりこうね、なんか動き出す、ね。しかも高速でね。うん。だからあ、危ないんで、たくさん乗りすぎない方がいいですよ。逆走するかもしれないんでね。